にちは、マイチン登山キャンプです。今日は長良瀞にあるほど山に登りたいと思います。それではレッツゴー。長瀞町役場に車を止めて300円を支払ってスタート。野上駅方面に向かいます。野上駅前の交差点の近くに長瀞アルプスの看板があります。ところどころに看板があるのでとっても安心です。前方左にある茶色い屋根の建物のさらに奥に有料のトイレがあります。ロープウェイ駅までトイレがないのでここで済ませておきましょう。ちなみにですが、私たちは野上駅のトイレをお借りしました。長瀞アルプス登山口です。こっちから行ってみたいと思います。熊やイノシシ、土地に気をつけようの看板がありました。土石流危険の看板もあります。杉の木々の中を歩いていきます。地面は少し水があってぐちょぐちょしています。秩父鉄道の電車の音が聞こえます。先ほどの鬱蒼と茂っていたところとは異なり開けてきます。今の時期でもとっても暑いので夏は登れなさそうです。すれ違う人が少なくてとっても静かです。アップダウンが続きます。環境整備協力金1人100円です。それでは進んでいきたいと思います。ここは左ではなく右に進んでいきます。とても歩きやすい道が続いています。木漏れ日って肉眼で見ると綺麗なんですが、動画にするとイマイチですね。新芽が出ています。春ですね。これは半杉ですかね。この辺りになると車の音も聞こえなくなるので、とっても静かに歩くことができます。なんだろう、綿みたい。緩やかなアップダウンがあり、とても気持ちよく歩けます。今日は予報が27度です。汗が垂れてきます。お父さん、こっちです。垂れてるけど面白い形。あっちに桜がある。分岐にやってきました。ここを左に行くと氷池だそうです。天然の氷を作っているところのようです。ゆっくり行けば大丈夫、辛くない道です。トラロープがあります。すごい、結構高い。落ちないように気をつけましょう。道路に到着。しばらくアスファルトの道を歩きます。スミレ、かわいいですね。ゼンマイで合ってますでしょうか。くるくるしています。緑色の地層です。緑色岩というそうです。ほど山北登山口に来ました。ここからは登りが続きます。撮影のために往復するのでいいトレーニングです。整備されているので危険なところはありません。しかし階段から降りてきた人が転げ落ちてきました。油断は禁物ですね。
春は黄色のお花が本当にたくさんありますね。もうすぐ山頂です。足場を選んでゆっくり登っていきます。山頂に到着しました。宝登山 497.1m いただきました。山頂は広々としていてベンチもたくさんあります。秩父の山々が見渡せます。両神山が見えます。いつか登ってみたいなって思います。見頃を終えてしまったロウバイです。ロウバイの時期はとっても綺麗な道になるんだろうなって思いました。山頂ご飯の始まりです。天野フーズのコーンポタージュスープとパンを食べます。今日はとっても暑かったので食欲がなくなってしまったので少しだけ食べることにします。途中宝登山神社に立ち寄り、近くの売店で宝登山記念バッジを買いました。三つまた。宝登山ロープウェイ駅に着きました。右奥の方にトイレがあります。おはよう。ありがとうです。すみません。はい、いらっしゃいです。さようなら。宝登山ロープウェイ駅前です。この目の前にパネルがあります。まっすぐ行くと小動物園。今回は右手に曲がり下山をしていきます。これはキブシです。なんだかブドウみたいですね。ところどころに桜があります。下山をし宝登山神社に到着です。秩父名物味噌豚まんがあったので食べてみることにします。これはとっても美味しいのでぜひ食べてみてください。宝登山神社を後にし長瀞駅に向かいます。トゥクトゥクがやってきました。人がたくさんいます。長瀞駅に到着です。ここから少し歩いて岩畳に行きたいと思います。それでは今回の動画は以上となります。次のお山で会いましょう。バイバイ。